旧トリプルクラウントロフィーアメリカクラシック三冠は、アメリカ合衆国のサラブレッドヘイチ競馬の競争の、うち、5月から6月にかけて開催される以下の3歳限定競争のこと、またはそのすべてを制覇することを指すものである。アメリカ競馬のクラシック三冠は、イギリスクラシック三冠よりも、フランス式のそれに似ている。 参戦の間隔が短く、例年5月1週目の土曜に開催される、ケンタッキーダービーより始まり2週後の、プリークネスステークスが、第2戦、その3週後のベルモントステークスが最終戦となる。また、いずれも、ボバ、ヒンバ、センバの出走が可能である。ただしヒンバには、これとは別に、ケンタッキーオークス、および、 ニューヨークヒンバ三冠路線が存在するため、ヒンバがこの路線上に出走することは、あまり多くない。アメリカ競馬三冠の各競争は、ベルモントステークスが1867年、プリークネスステークスが1873年、ケンタッキーダービーは1875年に創設された競争である。しかし、クラシック三冠の概念は創設当初からあった。 わけではなく、サーバートンが史上初めてこの3競争を制した当時は、その3競争を一括りにして、3巻と呼ばれることはなかった。3巻の概念が初めて登場したとされるのが1930年で、競馬新聞デイリーレーシングフォームのコラムニストであった、チャールズ・ハットンがこの年その3競争をすべて、 優勝したギャラントフォックスについての記事中で用いたのが始まりとされている。一方、ニューヨークタイムズには1923年当時に参観の概念を主張していたと、おぼしき記事が存在しているが、関連は不明である。なお、現在では、サーバートンに関しても、初代参観馬として扱われている。1985年に、 ケンタッキーダービーに勝利したスペンドアバックはその次に2冠目のプリークネスステークスではなく G3 ジャージーダービーに出走した。ジャージーダービーが行われるガーデンステート競馬場のオーナーがケンタッキーダービーとジャージーダービーの両方を勝利した馬に200万ドルのボーナスを出すとしていたからである。このことにショックを受けたチャーチルズダウンズピムリコベルモント。 各競馬場のオーナーはトリプルクラウンプロダクションを設立し翌1986年から三冠競争に出走し最も高成績を上げた馬に100万ドルのボーナスを設定した2015年にアメリカンファラオが37年ぶりに三競争を制し三冠達成馬は12頭となったアメリカンファラオが三冠達成する以前の話として 1978年にアファームドが達成して以降2014年までケンタッキーダービープリークネスステークスの両方を勝って大手をかけた馬が13頭おりうち12頭がベルモントステークスに出走して敗れていたなおアメリカクラシック3冠の2冠馬については2冠馬アメリカの2冠馬を参照オリジンズ・オブ・トリプル・クラウンザ・レール・スポーツ ニューヨークタイムズブログハットブラッドホーススタッフダービーウィナースペンドエバックデッドブラッドホース2021年2月27日閲覧ありがとうございます